正門と正正とこいつの獲物と目がこう一点にこう入った時に引き金引いたら当たるわけ。ハンターっていうのはその獣の習性をちゃんと頭にインプットしちゃう。獣っていうのは夜にご飯食べて明け方に寝よる気配を感じてタッタッてなったら地面こうやって押さえてみたら、ほんならあったかい、あ、ほんならここで今寝ててんな、体温が、うん、体温残ってるわけいや、ここで生まれたけどな、うん、ほんならお前あのちょっと若い頃は東京に行ったからな。今いくつですか？お今72、今からもう25年か30年ほど前やな、初めて山でな、ここらでこの山でな初めてな、うん、鹿見て、それまで鹿いなかった、うん、いなかったんですか？うん、全然いなかった。じゃあ30年前ぐらいから増え出したってことですか？そう、鹿はな、その害獣被害みたいなのってなんかお米作ってらっしゃる。だから量を減らさないとな、うん、やっぱり農作物食われてしまうて、今じゃその家の周りにフェンスが張らないと中の野菜は作れない、植えたらすぐ食べられる、うん、そんな状況やから今は獣より人間が檻の中に生活してるみたいな。大きいか小さいかだけやからな、あの解体は大きくても小さいとも手順はいいし、え寿司を切る感じですか？全部いや、こう科目なんですけど、簡単なところで一番簡単なところちょっとだけやってもらえたら、したいの、はい、できないよ。こうってことだな。川に沿って、あ、こういうことか。こういうところは何もややこしくない。さっきちょっと聞いた。ありがとうございます。なんでそんなスって入るんですか。なんでって、ケーキや言うてんのよ。ヘミマリのケーキや。ヘミマリ知らんか。ヘミマリ、わかんないです。ちょっとずつ帰ってきた。これでひとまず解体が終了しました。私一見見たら何なんか分からないくらいなんですけど、実はイノシシでございます。はい、では先ほどさばいていただいたお肉たちがこちらに並んでおります。卵が落ちてやろ。うわめっちゃ美味しい。はい、ごちそうさまでした。綺麗に食べ終わりました。めっちゃ美味かったです。今からちょっとコーヒー、食後のコーヒーを入れたいなと思います。今日はオーガニックハウスブレンドっていうコーヒーです。オーガコーヒーのあの一番メインの、もう間違いない100%定番のブレンドで、定番なんちゃうの、美味しいやつだ。はい、コーヒー苦いのが好きとか、ちょっとすっきり系好きとか何かありますか？いや、もうあの井深君の入れた通りのあのコーヒーでよろしいです。できたで、今来ないからな。イボがもう おいしいコーヒーを入れてくれたから。うちいないし。ええ匂いしてるわ。まず乾燥。ありがとうございます。まろやか。はい、1日目終了しました。今日はですね、朝雨降ってたんで、漁には出ることができなかったんですけど、狩猟して取れた、イノシシを、解体するっていうのと、あとその解体したものをさばいて。でそれを最終的にいただくっていうところまでさせていただきました。うん、命の大事さみたいなものをすごく感じました。味自体はもう本当にね、めちゃめちゃ美味しかったです。ほんまに美味しかったです。想像を絶するほど
めちゃめちゃ美味しかったです。次回はちょっとしっかりね狩猟いけたらなとついていけたらなと思うんですけど、今日も狩猟のお話たくさん聞けましたんで、よりねこうなんかどういう風な感じでしょう、ここ実際見るのっていうのが初めてなのでめちゃめちゃ、楽しみでありますけど、すごい嫌なんですけど。えっ